第53回 NHK 紅白歌合戦は2002年12月31日に NHK ホールで行われた通算53回目の NHK 紅白歌合戦。19時30分21時25分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。憧れの TV ヒーローヒロイン50年賞の曲目歌手は次の通り。 スポーツ放置2002年10月15日付、ハット NHK 紅白司会は局アナ、スポニチアネックス、2002年10月4日、お見合いキャンセル、うどウアナ紅白続投、スポニチアネックス、11月15日うどウ,ウは前回、赤組司会に決まった際、司会発表会見で、久保ちゃんの3級代理です。NHK も思い切ったことやるなぁと述べ、報道陣の笑いを誘っていた。 NHK 紅白司会は曲ナ、スポニチアネックス、2002年10月4日、紅白司会に全ナ・シラハ、スポニチアネックス、2002年10月15日、田中さんは、辞退、紅白審査員発表、スポニチアネックス、2002年12月26日。黒4中継みゆきが52.8%で、トップ、スポニチアネックス、2003年1月7日。 2006年12月15日放送の日本放送中島みゆきのオールナイト日本よりみゆき紅白ノースリーブ熱唱スポニチアネックス2003年1月1日スポーツ日本とデイリースポーツが揃って12月19日付でこのように報じた中島みゆきは最高潮46番目スポニチアネックス2002年12月27日 中島みゆき、歌詞を間違えた、紅白での日は告白、スポーツ放置、2016年10月29日、中島みゆき、天気次第で取りも、スポーツ日本2002年12月27日付、年間視聴率1位観楽は、第49回の前例があるが、この時は、同紅白を上回ったものが総合テレビの、 1998フィーファワールドカップの日本対クロアチア戦であった。トバ一郎のサポート、フリーバード、夜空の向こうのメドレーハット AB 初出場は14組紅白出場歌手、発表、スポーニチアネックス、2002年11月27日、北島サブロー中継地区リ、スポーニチアネックス、2002年12月30日、オペラ界からは、ジョンケンヌッツォラ、 スポニチアネックス、2002年11月27日。沖縄の風呼ぶ、夏川リミ、ビギン、スポニチアネックス、2002年11月27日。中島みゆき、プロジェクト X に感謝、スポニチアネックス、2002年11月27日。カ原4年、スマップ2年ぶり、復帰、スポニチアネックス、2002年1 1月27日。 14年ぶり秋ナ大変光栄スポーニチアネックス2002年11月27日北遊行イムジン川物語封印された歌の真実アルファベータブックス2016年151ページ ISBN 978から4から865980189スポーツニッポン2002年11月27日ありがとうございます